はい、皆さんこんにちは。りなです。どこです。エイティブログです。今日は名古屋で有名なスガキ屋ラーメンを食べたいと思います。名古屋のラーメンといえばスガキ屋です。私はあんまり食べたことないから、今日は逆パターン、タカが私にあの愛知飯を紹介するという感じです。ということでやってきたのが大須です。大須観音です。名古屋の食べ歩き名所大須観音です。そう、こちらにスガキ屋ラーメンのお店もあるということで、いくつかあると思うよ。ちょっと食べ歩きしながらスガキ屋ラーメンも食べながらって感じで行きたいと思います。この店も今度行きたいなと思って。昔のヤバトンです。ヤバトンといったらとんかつで有名ですけど、この昔のヤバトンっていうのは味噌おでんとか味噌串カツとかとんかつとはまた別のラインナップで出しているお店です。大須観音入り口すぐにあって、今度また動画撮りたいと思います。お、早速前一回お邪魔したフルッタディフルッタっていう、めっちゃフルーツサンドが美味しかった。めちゃくちゃ美味しかった。ぜひ前回の動画見てみてください。大須観音遊びに来た動画で食べてますフルーツサンド。なんか本当に大須でいろんな美味しい食べ歩きができるよ。おすすめです。あそこに見えますね、大須、大須、ああ書いてあるね、大須商店街。そうそうそう、もう着いたよ、スガキ屋。ここに一つある、反対側の大須商店街にももう一つある。それほどあるよ。メニューもあります。あのスガキ屋初心者の私に何をおすすめする？ノーマルスガキ屋ラーメン。何ノーマル？正直ちっちゃい時に食べてたけど、はい、もう中学生以降になってからはもう食べてないっす、はい、スガキ屋。じゃあ本当にちっちゃいちっちゃい時にしか食べてないからあんま覚えてない、味も。あれ値段がやばいよ。そう、めっちゃ安いのよ、330円。スガキ屋ラーメンに辛ネギとコーンをトッピングしてもらって、ちなみにスガキ屋の歴史、もともとラーメンの店じゃないんだって。名古屋の栄で1946年に甘党の店でスタートで、そこから1948年にスガキ屋になってラーメンを売り始めたんだって。有名なのがこのキャラクター。そう、あれかわいいよ、女の子のキャラクタースーちゃん。スーちゃんトッピングだと思ったら来ました。サイドメニューだよ。あ、そういう感じ。じゃあトッピングするよ。ちなみに辛ネギ。じゃあちょっといただきます。このこれが有名だよ、まずスガキ屋。プーンとフォーク合体してるやつです。子供でも食べやすいように多分やってくれてるんだと思う。こうぐるぐるして、豚骨だと思ったらなんかフィッシーな感じはするよ。豚骨と魚介の混ぜ混ぜスープって書いてあった。あ、豚骨魚介だね。うん、ネギがちょっと辛くて美味しい。コーンとネギはいいよね、トッピングに。正直にどうぞ。はい、300円の価値があるかなっていう。そう、安いからね。それぐらい、うん、やっぱりフィッシーな感じは好きじゃないから。ああ、そっかそっか、魚介系があんまりネナには良くないかもね。なんか変な後味はする。ああ、懐かしい。うまいじゃん。これからしたらフィッシーな感じ全くしない。魚の臭さとか全く感じない。まあ外国人だから敏感かもしれないね。豚骨と魚介のいい感じになんかマイルドになってるスープで、ちょっと甘さもあるかもしれない。でもこれネギをトッピングしてるからピリッと辛いのが来て、そう、ネギのめちゃめちゃ美味しい。カップラーメンの中でもこれより美味しいカップラーメンあるよ。あるそれは好みだからね。なんかよくちっちゃい時におばあちゃんとかに連れられてアピタとかイトーヨーカドーとか、はい、そこであのゲームセンターとかがあるから、ゲームセンターでおばあちゃんと一緒に遊んでこのスガキ屋ラーメンを食べてみたいな思い出が。え、おばあちゃんも小学生の時スガキ屋ラーメン食べたの？食べてる食べてる、一緒に。でも中学校とかになるとさ、一緒に行かなくなるじゃん。でそうするともう食べなくなったね、自分からは。っていう思い出かな、スガキ屋。まあでもうまいね、やっぱ思い出すとうまいわ。五目ご飯をこのスープをちょっと垂らしたらうまいと思うよ。じゃあ体験スープ。いや、あとなんかここに先ほどなんかあのおじさんたちが一人で入ってきて注文して、こうささっと食べて出るみたいな感じ。普通にラーメン一杯だけ食べると3、400円だよ。やばいよ、牛丼の吉野家と一緒だよ。ああ、そんな感じ、ね、その感覚でパパッと食べていくっていう、うん、そうだね。
このフォークさ、めっちゃ邪魔なんだけど食べづらくてしょうがない普通のスプーンがいいんだけど、たかが食べ方は、そうそんな感じで食べるべきなんじゃない。食後のソフトクリームをもらいましたよ。スガキ屋のソフトクリーム、スガキ屋のソフトクリームだけ買いに来る人もいるからね。そう、先ほども、うん、あれに似てるマックのソフトクリームとか、まあ今日でスガキ屋で食べた中でこれが一番おいしいよ、うん、社長は名古屋に合わないね名古屋から出ててください。スガキ屋ラーメンを食べれない人は名古屋から出てってください。食べれない、おいしくない、レナの口には合わなかったそうです、うん、ごちそうさまでした。食べました、スガキ屋ラーメン。はい、今からおいしいものを食べに、ね、このマークですよ、スガキ屋。まだまだお腹はペコペコマンですよ。あの本当に毎回あの大須に来るたびに新しいお店がオープンするね。そうそう、なんかいろいろ見つけれるよ。レノ社長発見しました。もうここのお店はもうずっと前から試したくて。モンブランめっちゃ美味しそう。いや、わかんない。一番人気なのはどれですか。栗ですね。あ、じゃあそれにします。それにしよう。栗しますね。お待たせしました。お、ありがとうございます。ありがとうございます。来ました。おー、美味しそう。うん、本当にモンブラン。それそうやろ。これがショートケーキだったらどうする、この見た目で。え、これ中何入ってるの。ソフトクリーム。あ、ソフトクリームに上がモンブランのシャワーがバーってかかってる。これで800円でしょ。そう、まあそんなもんじゃない。ソフトクリームとモンブランの掛け合わせ。うん、めっちゃ栗じゃん。美味しいよね。うわ、うまっ。このモンブランがすごい濃厚な栗の味が凝縮されてるから、うん、そう、美味しい。めっちゃ美味しい。あ、ちょっと全部食べようとしてる。俺一口しか食べてないよ。あ、そう。全部これいったよ、社長。いや、おい、おい、全部いこうとしてるよ。喧嘩になるよもうあそこ閉まって買えないから喧嘩になるよ美味しかった。いや、でもなんかちょっと寒いね。あれ、2つのソフトクリームを連続で食べるのが。そう、さっきスガキ屋でも食べたよ、ソフトクリーム寒いぞ。なんかあったかいもん食べたいね。でも今もういろいろ閉まってるね。まだ6時半とかなのにもう閉まり始めてる。ちょっと急がないと。なんかここの周辺めちゃくちゃレストランチックで、海外のレストランって感じの。そうだよ、イタリアンあって、トルコ料理とかね、ケバブもあるし、でなんかパブみたいなビールがいっぱい置いてあるところもあるし。あ、そうそうそう。あとはブラジル料理、ベトナム料理とかね。ここあれかな、インターナショナルストリートかな。そうそうそう、フォーもある。あ、すごいじゃん、ここ。このコンセント。あ、ここ有名だよ。ブラジルのチキン。食べたことないけど。チキンを丸焼きで焼いてて。ここがオースで有名なスポットで、招き猫スクエア。で、その裏にスガキ屋があるよ。あ、本当だ、あそこにある。見えますか、あの赤いところ。スガキ屋です。だから、いくつかのところにスガキ屋あるよ。このお店、一回タカに食べてもらいたい。台湾パオズ、パオパオ。そう、めっちゃ美味しい。肉まんみたいな感じ。あ、そうそうそう。だから台湾に行った時に食べたと思うけど。あ、名古屋にもあります。食べてみましょうか。あったかいし、いい、ね、あったかい。肉入り2つください。はい、はい、来ましたよ。あったかいよ。うわ、うまそう。タカに渡したくないから。あの、これあれじゃね、噛みついたら汁出てくるやつ。そう、今兵庫の中華街覚えてますか。兵庫の中華街、噛みついたら中からお湯の肉汁が飛び散ってきて顔にかかったやつ。台湾パオズ。はい、タカの反応。あの、本当に汁めっちゃあるから、こうちょっとだけ穴を開けて。本当だ、肉汁今吸っちゃったけど。わ、めっちゃいい匂いしてきた。熱っ。そうだね、肉汁の塊じゃん。すごい、うまっ。一口で行った方がいいかも。いや、火傷するよ。うん、グッと、よかった。それぐらいもう最後一口でいかないと、パクッと。何をビビってる、社長。ビビってないよ。ゆっくり美味しく食べてる。あと一品ぐらいなんか食べたいね。あったかいもの。あったかいもの。なんかたこ焼き、お好み焼きみたいなやつでもいいし、なんかシュウマイみたいなやつでもいいし、餃子みたいなやつでもいいし、団子みたいなやつでもいいし、とりあえずなんかあったかくて味の濃いものがいい。クレープ。全然ちゃうやん、冷たくて甘いやつよ
カがケバブがいいと言ったからケバブにやってきましたよ。これにする？ベーシックケバブ来ました。ケバブケバブケバブトサンドイッチケバブドイツにもさ、めちゃくちゃケバブ屋さんいっぱいあるじゃん。トルコから多分来てる人がリアルでやってる本物のケバブだけど、そう、どっちが美味しいですか？ドイツ、断然にドイツ。ドイツケバブの方が美味しい、うん、でもこれも美味しいよ。結構たくさん入ってる。日本のケバブ屋さん結構なんかいつも少なと思っちゃう。お？もう全然ないやん。俺一口しか食べないよ。やばいやん、ちょっと目離してるうちに全部食べたかったよ。もちろん、うん、うまっ。食べましたね。いや普通にお腹いっぱいだよ。ケバブめっちゃ食べたよ。いや俺もうちょっと食べたいよ。めっちゃ、それはレナー社長お腹いっぱいだろうねケバブの半分以上食べたからね。あと1品ぐらいなんか食べたいよ。帰り道に何か食べ歩きで買いましょう。レナー社長見つけました、ごま団子。台湾名物屋台のごま団子食べよう。来ましたよごま団子。うわ、うまそう。あ、でもめっちゃいいごまの香りするよ、こっちまで。香ばしいごまの香りが伝わってくる。私は食べないと言ってたけど、だから何も文句言わないのがどういうこと？まだ2個あるからね。1個はあげる、しょうがないから。いただきます。あっこい、あっこい、あっこ、あっこい、うまい。食べましたね、ごま団子。美味しかった。いや、あと最後1品ぐらい食べれるかもしれない。禁止。クレープとか、はあ、たい焼きとか。のちょっと見に行ってみましょう。おお。じゃあ、レナ社長には一口もあげませんよ。あの、それはさっきのごま団子でも言ってたよ。あ、あとはクレープ。ここから見てみよう。これ美味しそう。ハムとハムチーズ、まあ、それか普通に甘いやつだね。いや、もう生クリームはちょっと無理だよドドン。買う必要あったの？ハムチーズとアップルシナモンカスタード、はい、うーん、美味しそうだね。2個買いましたけど、レナには一口もあげません。そうなの？おい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 、うまそう、めっちゃいい匂いする。ちょっとマスク外して。なんのお願い社長。残念だねちょっと手が足りお願いだよねいつの間にか社長が2個持ってるやん。ね、ハムチーズかな。うん、なんか生地はちょっと甘いから。合わない、ハムチーズと。そんなに合わない。はい、どうぞ。それはシナモンアップルカスタード。うん、うん、おいしい。うん、さっきクレープ食べる前何だったか覚えてる？私はもう何もいらない、一口も食べないと言ってたよ。うん、アップルシナモンは食べるって言ってました。これだよ、もう半分以上それ食べてるよごま団子もこれもそうだけど半分以上レナが食べてるよおいおいおいよこせ。俺が欲しい、じゃんけんしよう。俺が欲しくて買ったやつで、じゃんけんしよう最初はグー、じゃんけんぽ負けた。だからいつもグーだからなんか食べる最後。最後なんか食べる。もういらん、もうお腹いっぱい。最後になんか食べるは今3回目ですよ。じゃあ帰りましょうか、うん、はい、ということで食べきりました。本当にお腹いっぱい、うん、お腹いっぱい。もう一杯は、もう大丈夫。もう一個はどうせまた買ってもレナに半分以上食べられるからもう諦める。家帰ってからもう自分の好きなお菓子食べるうっそということで、はい、スガキヤプラス大須食べ歩きがここで終わりにします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。